エルウィン・クーマンは、オランダ王国北ホラント州、ザアンダム出身の元サッカー選手。現在は、サッカー指導者。選手時代のポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。現在は、サッカーオーマーン代表の監督を務めている。ジップは、サッカー選手のマルティン・クーマン。実定は、元サッカー選手で、サッカー指導者のロナルド・クーマン。息子のレン・クーマンもサッカー選手で PSV。 アイントホーフェンのユースチームにいる。1988年にドイツで開催された欧州選手権を制したオランダ代表の一人。1983年スウェーデン戦でデビューを果たし、以後31キャップを記録している。クラブチームでもキロボルトメヘレン、PSV アイントホーフェンでリーグ制覇を成し遂げている。現役引退後は、 コーチ業の道を歩み始め、PSV アイントホーフェンのリザーブコーチ、そしてエリックゲレツの下、PSV アイントホーフェンのアシスタントコーチを務める。監督として望んだ初のシーズンにおいて、強豪とは言えない RKC、ワールワイクを9位に導いた手腕が変われ、2005年、フェーノールトに引き抜かれた。しかしながら、2006から2007シーズンに7位という、 成績の責任を取って辞任した。2008年、ハンガリー代表監督に就任。2010FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では、検討を見せたものの、本大会出場を逃した。2010年7月に解任。ありがとうございます。